こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。続いてはマーカスパートでございますね。観光成分を割り出したのマーカスたちが一体どういう方向で迎えていくのかというのを、これから楽しむところでございます。Violence is never the answer. さて、confrontation will get us nowhere. リーダー格を担っていたはずのサイモンが死んだ事故、新しいリーダーとしてマーカスが立ち上がる。そしてここの He died for the revolution and he won't be the last. I don't want a revolution that spills blood. Then live as a slave. Because if you're not willing to fight for your freedom, maybe you don't deserve it. North, don't you dare. That's enough! もうやめろ。かっこいい。マーカスかっこいい。And now what are we gonna do? どうぞ。革命だ。全員我にひれ伏せ。そういう話でもなかったね。Reveal your future. There are five cyber life stores. デトロイト市内にあるサイバーライフの店は、All selling us like 仲間が商品として売られている。We're gonna attack those これから店を襲って仲間を解放する。No, we've never done that before. They're probably protected. They have security systems. セキュリティはどうする？ We break into five teams, one for each store. 5つのチームに分かれ、それぞれセキュリティシステムをハッキングし、Simultaneously at 2 a.m. No violence.警察が来る前に店から仲間を解放しよう。のんびりはしていられない。今夜、俺たちの歴史が始まる。だがちょっと待ってくれ。本が気になる。読もう。今日の犯行声明だ。俺、こんなに肌が白かったっけ？っていうね。しかもこれ確かあれじゃないの？あ、でもここのあれか。話は特にないかな。その、なんだろうな、変異体のせいで、あの人がこう何人犠牲になったみたいな風に文章が変わるとか、そういうオチはなかったのかな。じゃあ、あの1周目見てますんで、さっきの文章あの気になる方はぜひ読んでください。I've been waiting a long time for this. ずっとこの時を待ってたの。どんな時？パフパフ？はい。編集者さんにそれしつこすぎるからもうやめた方がいいよって言われてるんでね。まあ、やめときましょうか。あれ、ちょっと待って。ああ、そうそう。じゃあ走ろう。走れない。けどバカス、こっちを早く。ああ、勝手になんか動いてくれた。寒くないの？アンドロイドってなんかその寒さを感知する、なんかそういう機能があるんだって、じゃなかったらね、とあるアンドロイドが風邪をひくみたいなこうことにはならないかもしれない。他にも警察がいるだろうな。慎重に行こう。OK。走るー。走れー。慎重なところが大事だ。店はこっちよ。走り抜ける。え、ちょっと待って、全然違うところで。あれ、あれ、これは LB。 ああ We are superior to them. They are our masters. That's about it. それも今日で終わりだ。さあ、じゃあ二手に分かれよう。僕はこっち、帰るよ。変異させる。そう。チュイーン。You're free. さあ、起きて。寝てたの？そういう意味じゃないよね。ついてこない、どっか行っちゃった。じゃあ君も、起きて。起きて、起きて。頑張ったね。かっこいいね。Go to Jericho. ジェリコ。じゃあ店の中見てみよう。ちょっと中途半端にやっちゃったよね。ピンポンピンポンピンポン。That's what we are to them. 人間と。Just merchandise. 私は一緒に店に並ぶ人形にしかないのよ。Soon they'll know. でもそれも今に変わるわ。Let's get them out. 始めましょう。We'll、計画通りだぞ。警報を破壊してエリアを確保。10分後に攻撃開始だ。I'm waiting for it. 行かない。行くさ。まずは、邪魔が入らないよ。店のウィンドウどうする？ Not now. One problem at a time. Okay, now what's next? すげえ。二つのことを同時にできる男、マーカス。まずはどこで何をしに行かなくちゃいけないか。店に侵入する前に、あ、そっか。ここの、なんか、やっちゃう？見る。ここから行けないのかな。あれ、
店の窓を分析するエリアを偵察する。店のそんなの分析したところでってところで見る。うわーめっちゃもろこのみーって違うよね。そういうわけじゃないから、もうすぐ自由になれる。なんかそれ愛の告白してるみたいな感じで、こいつ何言ってんのって顔やな。さて、そんなことよりも、店の窓を分析するってめっちゃスポットライト当てられてるけどいいのかな。お店入れないよね。なんかすごい窓開いてるように見えたけど、とりあえず、これは、ああ分析する。ビビッ、You see the alarm system? ここの警報システム。ジュイーピン。X2036年。いや、それを一体一体見てる余裕はないんですよね。監視カメラ、ネットワークを解読。で、IP アドレス。ネットワーク感知。あ、そっか、それを見ていかなくちゃいけなかったんだね。オッケーオッケー。で、分析完了で、これを辿っていくと、どこにあるか。自動運転が始まっている。引かれます。でここにたどり着くから、それですげえ照らされてるな。なんか走ってるやつがいるよみたいな。あわい、あそこ分析するんだ。ネットワーク供給を確認。 OK、サイドワークローズアヘッド、ジャンプピョン。さあ君たち目覚める時間だ。おはよう。今まで寝てたんだ、知ってたかい。ちょい、さあ起きて。 You're awake now. 君も起きて。ジェリコへ行くんだ。完全に変異体だ。かがむ。どっちを切るかっていうと、同期中分析。警報をオン。あ、間違えた。すごい複雑だね。OK。で、内部ループを生成。これでどうなったんだ。ノースがパフパフしてる。サイバーライフの警報無力か。マーカス、ワッチャー。マーカス、見つかる。出る。レグル3の犯罪行為です。リトルト死刑に通報しました。あら、でも通報されちゃったね。I told you to watch out. 見つかるって言ったでしょ。壊す必要なかった。Oh, I'm sorry. Next time you need to take cover, I'll send you a memo.わー警察来たね。どうする、まずい。隠れろ。もうちょっとあれがなかったからね。今のでバレるくない。わー You see anything? 異常ない。 No. あードローンはどこに行ったんだ。 It was a class 3 alert, right? レベル3の警報でしょ。 Yeah. あー One of the signals でも急に警報が止まってな。来るのは早いけどね。また交渉したでしょ。寒さに弱い。 Yeah, maybe. あーかもな。どうするな。まずはティナ・チェン B で警察か。これはアンドロイドが生まれる街で、あと他に分析できるものあった。警察のラジオモジュールで、それはいいけど、あのおっさん調べられないね。おっさんが調べられない。あともう一個。ああ、こっちか。975。OK。電話する。ディスパッチ、calling patrol 975。おお、かっこいい。ディスパッチ、本部、こちら、パトロール975。ジファーソンとウォーカーの交差点で強盗の目撃情報ありと報告がありました。ジェフェソン・ウォーカー？ちょっと遠いよね。It's outside our district. そこは担当がいいよ。Sorry guys, there are no patrols. 他に提案書いてる。かっこいい、かっこいいというか、小賢しいな。10-4 dispatch. We're on our way. 本部行ってみるわ。本部、つまり HQ ってやつですね。ヘッドクォーター。なるほど。やるじゃないって言って評価戻らないから。驚いた、マーカス。That was impressive. やるじゃない。おう、評価上がった。まあでもまだ中立だからね。パフパフは遠いよね。さて、そんなことよりも道を封鎖しないと。一歩通行よ。楽勝でしょ。道路、はい。じゃあやりましょう。まあとりあえず。マーカス！
Marcus! Marcus, come look! いや、来てどころか、あなたを引っ張っていってるんですよ。とりあえず、はい。ジェリコへ行くんだ。今すぐ。行け。You're free. さあ、起きて。で、来てって言っといて、あんたがこっちについてきてんじゃん。ダメじゃん。あとは、はい。ここを見る。これで突っ込む。Exactly what we need to do. あれなら突っ込めそうだな。ねえ、もうガンガン警察に見つかる気満々だよね、ほんと。じゃあ、起きるんだ。いつまで寝ているつもりだ。君もだ。おはよう。おはよう。さあ、アヘッドスローダウンだ。これを押して道路を封鎖しちゃうぞ。さあ、ノース君、手伝うんだ。何のためにその弾力を持っている？ふわふわだろ？オッケー。どうなった？ロードクローズ。なんだよ、閉まってんのが遠回りさせやがったねって思っているかもしれませんが、すいません、今日は店じまいでございます。さて、広場安全、これで店に入れる。オッケー、開けましょう。あ、無理だね、ガッチガチやね。なんか持ってないの？てか乗り越えてんじゃない？乗り越えるつもりだね。行っちゃうやつだね。ほいと、まああれでバーンって引いちゃえばね、関係ない話だもんね。俺の勝ち。遅かったら、okay, now we're in. これで、ああ、これで切っちゃうってやつだね。その服を切り刻むことは、まあ、興味ないしないから、ね。で、すごいよ、本当にチェーン買ったってやつは。チェーンじゃないけどね、もはや。よし、じゃあ入ろうか。はーい、ロボ。残り時間、あれ、2分しか経ってない。そんなわけないよね。まあ、いいや。立てないの、それでもいいんだけどさ。はい、なんか精神と時の部屋かなんかに入ったのかな。違うな、精神と時の部屋だったら時間もっと早いからさ。 Looks like we're ready to make some noise. ああ、人暴れしてください。どうぞどうぞ。あのボタンを押しっぱなしにしてるだけで勝手にマーカスが操作してくれてるんで、まあ、非常に楽です。じゃあ行くか。 Are you ready? Yeah, let's go. やっぱりこういうのは楽しくなくちゃ。行くぜ。ところが勢いが良すぎたがゆえに、何台か潰さないかな。大丈夫かな。前多分1周目でも言ったけど、なんかこれあれだね、あのシーンみたいな。ターミネータージェネシスのね、 Come with me if you won't leave ってね、死にたくなければ一緒に来いっていうあのシーン見てるよね。 Come on soldier。 じゃあみんな寝てるんだよね。おはよう、起きて。あ、 you don't have to obey。 初めて手を握られたのがアンドロイドだなんて。どうせなら初めては人間が良かったよ。だってお金がチャリンチャリン。9000ドルだよ。9000ドルもあったらね、1ヶ月くらい生きてけんじゃないの。いや、もっとか。90万だもんな。100万くらいあるんだもんな。って考えたら、いや、1年は生きていけるな。でも向こう物価高いからな。びっくりしたよ。2年前にアメリカ行った時、マクドナルド のセットメニューが16ドルとか17ドルとか当たり前だったからね。やっぱ向こうは給料も良くなってるし、でも、何とした？自分だね。どう思う？あれ？こいつだけ変異体になってない？ロース、どうした？解放してあげましょう。言うこと聞いてほしかったら、まずはパフパフが礼儀だろう。
ば向こうはね物価も上がってるけどその代わり給料も良くなってったからね、なんか日本のここ20年の平均の年収は441万から418万まで下がって、違うな、とりあえずなんか20万くらい下がってんだよね。そうなのに物価は上がってるわ、税金は上がってるわ、そりゃ人間の生活苦しいわっていうね、バブルの頃生きてきた人たちからしたら苦しいだろうね。俺らもっと苦しいけど、20代の人たちからすると人間に服従する機械として、でも今は真実と向き合うことを選んだ。自由を取り戻し、人として生きていくために、もう二度と人間たちに縛られ生きていく必要はない。もう二度と人間たちに服従する必要はないんだよ。服従、今日この日から顔を上げ、まっすぐと前を見せ、自分の運命を切り開くんだ。Jericho is a place for those of us who want freedom. Now, sure, you can stay here and continue to serve them, or you can come with us and fight by our side. You're free now. It's up to you to decide. Make a choice. I'm with you. We're with you. I'm with you.今回は低加減しないよ。平和を選ぶか、それとも暴力か。いつだって人生簡単だろう。マーカス、あなたがやってみせれば。わっす。こうやるんだよ。ありゃー。みんな、やろう。そうそうそう。スプレーをね、シュートかけまくって。ほい。Over here. こっちだ。あ、こっちだって言ってんのに誰も手伝ってくれない。まあそりゃさ、なんだろうね。もう人間の立場だったらこんなことされたらアンドロイドに対してブチ切れるけど、でも一方でアンドロイドの立場だっていうことを考えるとさ、シンプルに今までさ、アンドロイドたちがさ、こんな風に虐げられてきたわけでしょ。人間直接手を下さずともさ、こうやって人間に対してね、復讐だっつってやるのも自分たちに作ってきたんだから、そうやって自分たちの手でね、わかる、再起不能させないよ。どん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 暗くなっていく。さてさて、どんどん暴力が増えていく。こいつもどうする？ウィー。さあ勝負だ。デトロイト。股間や、股間いけ。こんな簡単に押して倒せちゃう銅像なんだね。うわ、完全に喧嘩売ってる。みんなが見てる。今日限りで奴隷の日々は終わりにしよう。さあ。90%。ああ、そう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 、こいつらも解放してあげなくちゃいけないからね。さあ行こう、離れて、危ないよ。ジェリコの経緯がどんどん上がってくる。ああー、そうか、登るのも満タンについてね。じゃあ行こうか、ノース、ついてこい、行くぞ。マトリックスならできる。ああすごいね、やっぱりね、パルクールみんなできるんだもんね。どうやって登ってんだろうね、これ。どこ掴んでんだろう。さて、登ったはいいがどうする。シンボル、それは立ち上がるってやつでしょ。頼んだ。徹底的にやったるで、拳で。やつだ。We are fighting。
それが2ヒューマンなのか、4ヒューマンなのか、まあ、4アンドロイドかな、4ジャンダバットです。あー、なんか後ろで車ずっと回ってる。あれ、ここで愛情芽生えた？まだかな？ぴょんと思ったらさすがに高すぎたな。うい、かっこいい。さあ、他にまだまだ破壊できるものがあるだろう。さあ、ひっくり返そう。めっちゃ手伝ってくれる。あー、あるういっと。マーカス、人間には言葉だけじゃ伝わらないのよ。何これ、受け取りましょう。何かよくわかんないけど、何これ、爆弾、あ、友情から仲間、あ、友情と仲間、あれ、まあいいや、じゃあやっちゃいましょう。徹底抗戦、抗戦どころか、まあ、抗戦はしてないか。あ、帰る、なるほど。もうこれ以上100ゼロになりようがないけど、どうしたらいい。あと何ができる。あ、まだある。ああ、電柱をボッコボコにしようと思ったけど、警察か。どうなる。完全にデモ隊なんだよな、やってることがな。すごいよな。We freed hundreds of our people. 何百人も解放された。やったな、マーカス。マーカス、what's wrong? マーカス、どうしたの？え？ They're coming. やった。Everyone fall back to Jericho. みんな、ジェリコに退却しろ。すげえ。まあ、ここまでやったら、無視できなくなる一方で、人格しか生まれない。確かに。無視されるより憎まれる方がいい。まあそうだね。どうな、でも、かといってどうなんだろうってところ。これだけやったらもう警察官がね、あの、ハンズアップとかっていう前になって、ここにしてきたの。まあまあまあ、伝統を破壊しなかっただけ優しいと思ってる人間ちゃいの。ナース。さあ、何が起こった？仲間の元へ急ぐ。仲間の元へ急ぐって言ってるのに。あれ？こっちだよね。なんで今一瞬反対向いたの？急げ急げ。どうなってる？ずたずたや。ノース。何かあった？ノース。自分が殺されたのね。虫けらみたいな人さ。Who did? まさか。Who? やつらに。Who って、Who とやつらに。さっきの、さっきの警察官二人が戻ってきた、もしかして。後ろの鉄パイプでボコボコにする前に多分やられるんじゃないかな。向かうしかないよ。仲間の元に急ぐ。さあ、どういう結末を迎えるのか。革命を起こした後の結末は知らないからね。うわ、めっちゃ道開ける。あ、people, Marcus. はい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 。We want justice, Marcus. 正義を下すのか。報復するのよ。そうだね。あ、全然違う警察官たちだったね。取り上げたんだ。へぇー。なるほど。じゃあなんでアンドレード殺したの？ No. 教えて。Please.手を下したのは君たちが先でしょ。直接。残念ながら見逃した。No crime. アンドロイドの犯罪行為は全て罰せられるべきだ。まあ、人殺しだから死刑にされたみたいな感じかな。ただちょっと待って、周りのアンドロイドドン引きしてる。ただノースだけ評価上がってる。ノースすげえ構成的だね。予定を変更して今入った状況、午前2時ちょうどデトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かに乗っ取られました。どうやら複数店舗の店舗に対して組織的攻撃を行ったようです。現在新たな多数の店舗が破壊され、路上の車も物に積まれている。デトロイト市内はまさにこんな状態です。建物が破壊されデトロイト市内の市は世論めっちゃ下がっている。また消火活動が続いているとのことです。たった今入った情報によります。サイバーライフ店舗の近くで警視官に対する死体が発見された。マーカスは暴動を率いた。その平和的なデモを行ったけど、平和的じゃなかったからね。コロスは初めて解放しましたね。うん。そう、決断はね、前回委ねましたからね。はい。
じゃあ強力なメッセージを伝える。強力なメッセージを伝えるはあれだったんだ。やったんだね。街頭はハッキング、バナーを掲げる、うん、車に放火するとか、まあいろいろちょっとね、新しく、あれですね、スピーチをする。で、隠れて無線をハッキングする。警官に気づかれ、ああ、ここら辺は新しく開いてるってやつですね。うん。というところで、ミッション開始。キャピタルパーク。ということで、ちょっと、まあ、最近長めのパートが続いてるんですけれども、まあ、クライマックスに近づいていっているという証拠でもあって、ここからがまたまたね、どんどん面白くなっていきますから、またぜひ次回もお会いできたら嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。